はいどうも、そっ塾の久保です。今ご覧いただいているのが、私の AI で作った初めての作品。まあ街っていう感じですね。未来都市ですね。えー、夕日に、こうずーっとね、まあ、未来の街並み、ビルディングが埋もれているところ。そして上の方にはね、向こうの大きな惑星か何かが、こう影になっているところですね。夜がやってきたっていう感じがします。そして美しい夕焼け。これがね、 私がね、あの1分ぐらいで描いた AI のイラストですよね未来都市いやでも私が描いたって言うんですかねこれで AI が描いてますからもう私もね細かい設定をしたわけではなくて言ってみればワンンタップポンとしただけなんですよ、うん、これが AI が描く絵の世界かと思うとなんか私的にはねこれ記念品なんでね大事にしたいなと思いますけどもでもパッと見た限り これに価値を感じてお金払う人いいのかなと思っちゃいますよね。随分抽象的で何か説明がないとわからないというか、まあ見てる人にとってこの絵ってのは様々な世界観を受信させるんでしょうね。そこがいいのかもしれないですね。次の第2番目の私の作品見てください。えー、これですね。えー、まるで2本のビルがあってその間に女性がどっかのなんかね、 テラスで向こうを見てるような、そんな感じがします。雨上がりの、空って感じですかね。まあどういう風に捉えるかは本当、ほん見てる日だし次第なんですけども、これも AI でポンと、ワンタップしました。ほんとさっきのイラストを描いてから、あの3分後くらいにできてますね。で、次のタップをしてまた別の AI イラストを作成するわけですけども、次はこんなのです。何なんでしょうかね。 これちょっとわかりにくいですね。エスカレーターで登っていく、なんかこう、高層ビルの向こうの方が中央から上にかけて見えてるのか、それとも、なんかのビルの吹き抜けなのかな。まあ、高層階、30階ぐらいまで吹き抜けになってるようなビルの真下に来てるのかなとも思いますけどもね。じゃあ似たような感じでもう一個、これはどうでしょうか。はい。これはもうあれですね。 透明がかった背の高い人が、まあ、なんて言いますか、鉛尾服みたいなのをね、棚びかして、エスカレーターを登ってるように見えますね。うん。あと3枚ぐらい行ってみましょうか。はい、これです。これも松本零士的な未来都市。うん。向こうの方に雲のような、なんか白い宮殿のようなものがありまして、手前に2つの まあ不規則な形のね、ビルのようながありますね、うん。で、なんか重力がないかのように浮いていて、独特なデザインをしています。そしてもうちょっと手前の方、下の方に、これもまた集合住宅のようなの見えます。まあ今の私たちのね、理解力で見ると、そういう風に解釈できる方もいるかもしれませんけども、AI が未来都市を書いてるという風に考えると、なんか宇宙人が住んでるのかもしれないですね。 はい。えー、このイメージ。なんかやっとね、人間っぽい人が出てきました。えー、胸の前で手を組んで祈ってるような気もしますし、ただあ、街を歩く人が、なんかトンネルみたいなところ、地下道みたいなところを通りかけて、下に水たまりでもあるのかなっていうところですかね。んから芸術の世界ってわかりにくいですね、こういう風な。なかなか私はね、こういうのにどうこう感じることはないなと思います。じゃあ次、ちょっと柔らかいやつを AI で描いてみました。これはどうでしょうか はい。え、急にですね、ちょっと親しみがあるような感じになりました。いや、私もね、こういうね、可愛らしい、あ幼い女の子の絵を描くことは今までなかったんですけども、AI で描いてみると、1分でできちゃいますね。しかも、あの、首の方になんかマフラーみたいなのやったりとかね、カチューシャみたいなの頭につけてますけど、ああいう指定はしてません。<laughs> 指定はしてないんですよ。目の大きさの指定もしてません。髪の毛の色の指定もしてません。こういう風に、私が、 設定すると書いてくれます。えー、設定って言ってもね、クリックを1個するだけなんですけどね。じゃあもう1個。はい、これはどうでしょうか。ちょっとな大人びたようなイラストになってますね。まあこれだったらなんかどっかね、あのー、漫画に出てきそうですけどもね。関東カラーとかに。はい。まあこんな感じで、えー、AI アートっていうのがね、実際に誰でも書けるようになってくると。じゃあこの中を誰でも書けるようになっちゃった絵。 今まで参入障壁っていうのは、このイラストっていうのは、練習したりね、誰か先生について勉強したりとか、いろんな画法を学んだりとかっていうのが、めんどくさくって挫折して、そこで参入障壁が高まっていたと思うんですよ。ただ、その参入障壁があっても、世の中にはフリーのイラストが無数に出てきて、それこそ、お金でやり取りできるものっていうのが、すごくね、少なくなってきたと思うんですよ。そういう意味で言うと、この世界で、 這い上がるのは難しいなと思われてたのに、今度はですね、私のような絵心のないもの、もしくは、まあ、何十年も絵が描いたことがないような、そんなね、人でも、こういう風な、なんからレベルの高いものが一気にできちゃうわけですから、まあ、あの、並大抵のね、えー、自称クリエイターさんとか、アニメーターさんは、もうね、ただ、絵を描くだけでやってきた人とか、アシスタント、漫画のアシスタントがやってきた人は、もうできないでしょうね。 この背景も私はあの何の視点もしてないですけどね雰囲気よく出てますよねどうなっちゃうんでしょうかまあこれが AI の世界なんですけどもそうなるともうどのように権威を取っていくかとかねあの人の作品だったら欲しいよみたいなねうんどこで差をつけるのかわからないですけども選ばれるより選ばれるような作品ができないとダメってことですようねうんだってこれをですよ これをお金出して買いますうん。私はなかなか考えにくいと思いますけども、でもここに権威付けをすると、あ、じゃあ一枚持っとこうかなってことになると思いますし、例えばね、この AI イラスト、人が描いてるわけじゃないんですよ。タップしてるだけなんで、別にね、そこに坂上忍さんがタップしようが、あの、可愛いアイドル歌手がタップしようが、できるんですよ。ただ、同じイラストは二度とできないでしょうね。 うん。ランダムで作られていきますんで。だから無数にこういうのを世の中に出した人の価値のような感じもしますけども、皆さんどういうふうにお感じでしょうか。えー、AI アート。ここに NFT を埋め込んで、これがオリジナルですというふうにしていく方法もあるのかなと思いますけどもね。これからね、アートの世界って余計分からなくなってきますよね。ただ私たちはこういった作品を無意識によく見ます。 ね、いろんなもの、公園のモニュメントとかあるでしょわ、今日わかんねえなとかあるじゃないですか。石で作った蛇みたいなものね。こんなのになんか1億円2億円かけるなみたいなのが、やっぱり選ばれてそこにあるわけですよ。どうしてなんでしょうね。はい、ということで今回、NFT とかではなかったんですけども、イラストをちょっとね、私の、今回のイラストは全部私が作りました。書いたわけではないですけども、正確には。<laughs> ワンタップで AI アートを作ってみました。 あなたにもできます。簡単です。これでいいんでしょうか。それでは。